ここでは高い地声が苦しくなってしまう、もしくは怒鳴り声になってしまうっていうタイプの人の、トレーニングをお教えしようと思います。こんな感じです。まずですね、悪い音でやりますね。あ、これもう結構聞いてるときついですよね。なので、こっちの方に入れてあげたいと。で、これっていわゆる地声的な出し方と裏声的な出し方の中間みたいなところに入れてあげる必要があるんですね。なので、それの一番初歩の初歩の練習としまして、こんな練習法があります。上から落としてきます。裏声です。ふーで、着地点は地声です。どこでもいいです。ふー、ここでも大丈夫です。あとはもう落としきっちゃっても大丈夫です。裏声から必ずスタートして、変わり目がなるべくバレないようにというイメージで練習してみてください。こんな感じです。もしくは落としきっちゃっても大丈夫です。起きてほしくないことはこれです。もしくは1個目はガクッと変わりすぎてしまってる、2個目は地声に返ってきてない、これも問題です。なので、必ず裏声からスタートして地声の方に落としてくるっていう意識でやってみてください。ちょっと一緒にやってみましょう。どうぞ。次いきますね。3つぐらいしかやりませんでしたけれども、ご自宅にキーボードのある方、もしくはアプリでキーボードダウンロードして一緒にやってみるといいと思います。